日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら、ですね、亀田製菓のシャリゾウ馬塩トウモロコシとブルボンのチーズおかきという2種類の米菓子を食べたいと思います。シャリゾウは前に紅生姜だったかな、食べたことあるんですけど、トウモロコシなんて出てるんですね。馬塩というのが気になります。ではその馬塩さんから先に見てもらうと、わ、結構ちっちゃいな。トウモロコシっぽさはあんまり感じないんですけど、味は感じ。チャンネル登録よろしくお願いします。カリカリとした心地よい音と香ばしい香りが口の中でブワッと広がってきますね。さらにはチーズクリームのコクもあって本当に美味しいです。トウモロコシも意外と感じさせてくれますね。ちょっと甘さもあったりして美味しい。なんだろうな、もちろん屋台で食べるトウモロコシとか最高ではあるとは思うのですが、さすがにそう簡単にはいきませんからね。やっぱりお菓子だったらこのぐらいが限界かなっていうのは失礼な言い方。チーズおかきのクリーム、もっとこれだけで食べたいなーって本当に思わせてくれます。どうかクリームだけで販売してくれませんかっていうのは無理難題かな。なんか今日無理難題ばっかり言ってますね。でもそれだけ美味しいってことですよ。ごちそうさまでした。最初に食べたシャリグラウマ塩トウモロコシは、噛んだ瞬間にトウモロコシの香ばしさというよりは甘さが結構きましたね。なんか塩が入っていることでトウモロコシの持つなんかちょっとしたほんのりした ある甘さが口の中でふわっと広がって、なのでいわゆるうま塩なので、いわゆる醤油で焼いた香ばしいトウモロコシとはまた違った美味しさがあります。そういうスナックとも本当に違ってね、また新たな一面を見られたような気がします。でこちらのチーズおかきは中のチーズクリームがあれ少ないかなと思ったけど、噛んでみると案外そうでもなくて、口の中で噛んだ瞬間にチーズの濃厚さ、うまみがぶわっと広がって、パリパリのお醤油せんべい、いやおかきと非常に相性が良くて和洋がうまく混ざっていますね。チーズがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。というわけで今回はどちらも美味しかったんですけど、チーズおかきの方が量が多くて、その分よりチーズを長い時間味わえてより嬉しかったので、代表として4点とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。